ロルクレームは、イギリスプレストウィッチ生まれのミュージシャン、ミュージックビデオのディレクター。元ジューシーシー、元ゴドレークレームで再結成アートオブノイズのメンバー。2006年には、ザ・プロデューサーズに参加。なお、日本ではクレームの表記が定着しているが、クリームの方が、原音に近い。1960年頃幼馴染みのケビン・ゴドレーと、 共にザ・セイバースというビートバンドに参加、地元のユダヤ人集会所などで演奏活動を行う。1964年同郷のグレアム・ウールドマンのバンドザ・ワール・ウィンズのレコードデビューに際し、B 面曲として Baby Not Like You を提供する。1965年、ケビンがグレアムの新しいバンドザ・モッキング・バーズに引き抜かれたことから、ロルはザ・セイバースを脱退。 アートスクールに進学する。1966年にザ・モッキング・バーズが解散しフリーになったケビンと再びコンビを組む。グレアムのマネージメントで二人は1967年、イエロー・バロールーム・ブーム名義でシングルをリリース。その後グレアムが元マインド・ベンダーズのエリックス・チュワートとレコーディングスタジオ、ストロベリー・スタジオの共同出資者となったことから、 スタジオミュージシャンとして、出入りをはじめ、やがて、エリック、クレアム、ロール、ケビンの4人で、バンド活動を開始する。1969年にアードバーズのマネージャー、ジョルジオ・ゴメルスキーの設立したレーベルマーマレード、より、フラブジョイランシブルスプーン名義でシングルをリリース。アルバムも企画されるが、レーベルの資金繰り悪化に伴いキャンセルとなる。1970年に、ロール、 エリック、ケビンの3人でレコーディングしたネアンデルタール漫画ホットレックス名義でリリース。全世界で200万枚以上を売り上げるヒットを記録するも以降不発に終わる。その後も4人はドクトル・ファーザー・ファイター・スクワドラにアマゾン、トラスト・ザ・ニュー・ウェーブ・バンドなどとバンド名を変えながらシングルを次々とリリースし次のヒットを狙っていく。その前後、スタジオミュージシャンとして ニール・セダカ、オハヨ・エキスプレス、ラマセスなど数多くのアーティストのレコーディングを行った。1972年4人は、ジョナサン・キングの UK レコードから 10cc 名義で、シングル、ドナをリリース。これが、前衛2位の大ヒットとなり以降バンドの活動は 10cc 名義が中心となっていく。3枚目のシングル、ラバー・ブレッツで、前衛チャート1位を獲得。 次々とヒットを飛ばす。1975年にマーキュリーレコードに移籍 I'm not in love とを発表するも、1976年に音楽性の違いから 10cc を脱退。以降ご努令クレームとしてレコードをリリースする。1980年自分たちのシングル曲、ニューヨークのイギリス人でミュージックビデオを監督。その後ポリス、 デュラン・デュランタのアーティストたちのビデオを手掛け、高い評価を受ける。1985年の MTV ビデオミュージック、アワーズでは、ビデオバンガードアワードを受賞した。また CM 演出も手掛け始め、カンヌ国際広告祭では銀賞を受賞。1981年には、ガシュー・ザ・ファン・スターツ・ヒア、アウト・テイクス・フロム、A ・ロック・メモアールを出版するなど、 マルチアーティストとしての評価を固める。一方、音楽活動では1985年のシングルクライがプロモビデオの高評価も伴い彼らの代表曲となった。1988年にコンビを解消。ロルは元バグルスのトレバー・ホーンの片腕として、ロッド・スチュワート、ティナ・ターナーら数多くのアーティストのレコーディングに参加。 1999年に再結成アートオブノイズに正式参加した。トレバー・ホーンとは2006年にザ・プロデューサーズというバンドを結成、2007年にシングルを、2012年にアルバムを発表した。2012年と2017年にはトレバー・ホーンバンドの一員として来日公演を行っている。また1991年には アンソニー・シー・ウィンクラーの小説を原作とした劇場長編映画ザルナティックを監督している。息子のレイロ・クレームの所属するバンドアーカーナがアルバムを2枚出している。ホットレックス 10cc コドレー クレームアートオブノイズザ・プロデューサーズ1980年1981年1982年1983年1984年1985年1986年1987年1988年1986年1990年,1990年1991年1994年1996年2002年2007年 ありがとうございます。